予定時刻より2分遅れて電車がホームに滑り込む。寒さが増してくる中、俺は冷たくなった手をこすり合わせた。冬という季節はいつもあの時のことを思い出させる。とっさに取った行動が俺の運命を決定づけた。俺の手には人生を大きく変えた跡が残っている。あれはもう5年前、俺が32歳の時のことだ。俺の名前は山口正人。食品関係の会社に勤めている。俺の勤めている会社は美女のオアシスともいえる場所だ。社長である岡田みどりをはじめ、みんなが美しいだけでなくプロフェッショナルで頭も切れる。社長の美意識はピカイチで、外見だけでなく中身も求められる。彼女の信念は、美しさはビジネスの一環、美人であり続けることが仕事にもプラスになると信じている。だからこそ会社の一員として外見もスキルも磨いていくことが奨励されていた。それが美人ばかりが揃う理由だ。ある日の昼休み、緑が俺のデスクにやってきた。間近で見るとその美貌につい見とれてしまう。山口くん、君旅行が趣味だって言っていたよね。はい、まあそうですね。最近は仕事が忙しくてなかなか行けていませんが。俺の答えに緑は満足そうににっこりと微笑んだ。それなら次の社員旅行の幹事をお願いできないかしら。緑の提案に俺は驚きながらも、断る理由もないので依頼を引き受けることにした。もちろん喜んで。どんな形にしましょうか。何か新しいことを取り入れてみたいわね。みんなが楽しめる企画がいいわ。あなた一人に丸投げするつもりはないから、また話し合いましょう。その日から俺は社員旅行を一層盛り上げるためにアイディアを練り始めた。もともと旅行好きなので苦ではなく、むしろやる気に満ち溢れていたのだ。だが、この社員旅行が俺の人生に予想だにしない展開をもたらすことになるとは、まだ知る由もなかった。社員旅行の幹事に指名された俺は、緑との打ち合わせが増えていった。軽い冗談も言えるようになって、俺は次第に緑との距離が縮まっていると感じていた。普段の業務では、一般社員の俺と社長である緑が過ごす時間などない。ある日のこと、この日も社長と旅行の打ち合わせをする予定が入っていた。いつものように社長室へ向かい、軽くノックをするが、返事がない。電話中だろうかとも思ったが、話し声は聞こえなかった。少しの不安を抱えて扉を開けると、中にはデスクでうたた寝をしている社長の姿があった。そろりそろりと近づくと、緑は安らかな寝顔を浮かべている。社長？俺のかけた声に緑はハッとして目を開け、俺の姿に気づく。少し困ったように笑う姿は、普段の凛とした彼女と違って、女性らしい可愛らしさを感じた。ごめんなさい、つい寝てしまったみたい。お疲れなんですね。時間を取ってもらってすみません。こっちこそ、来てくれてありがとう。恥ずかしいところを見せちゃったわね。いえ、大丈夫ですよ。それに、むしろ可愛らしいなって思いました。つい思ったことが口をついで出てしまった。が、出してしまった言葉は引っ込めることはできない。え？ああ、いえ。仕事で忙しい中、リラックスして休むことも仕事の一環ですから。緑は驚きの表情を見せると同時に、頬をあからめた。ありがとう。そう言ってもらえて嬉しいわ。さ、打ち合わせを始めましょう。社長は旅行の計画書と彼女の手帳をデスクに広げ、打ち合わせを進めていった。その日以降、俺は仕事で忙しい時には社長のうたた寝姿を思い出し、心を和ませていた。社長、この旅館なんですが、焚き火イベントをやっているみたいです。冷え切った季節にぴったりだと思うんですが。面白そうね。それってどんな感じなのかしら。俺は今日も社長室で打ち合わせをしていた。俺の言葉に緑は興味を持ったらしい。俺は情報誌で見た記事を思い出しながら答えた。
中庭にいくつも焚き火があって、そこで飲み物を楽しめるそうです。アルコールの提供もあるので、社員同士の親睦を深めるのにちょうどいいのではないかと。いいアイディアね。みんなが楽しめそう。ありがとう山口くん。みどりは早速俺の案を手帳に書き留めていた。社員旅行が近づくにつれ、幹事の緊張感は増していった。しかしそれ以上にウキウキとした気分で旅行の日を待ちわびていた。旅行当日、新幹線の扉が開くと、冷たい風が俺たちを出迎えた。混雑したホームでは、通りすがりの乗客と緑がぶつかってしまった。あ、すみません。緑が謝罪するものの、ぶつかった乗客は急いでいたのか、あっという間にその場を離れてしまった。彼女のバッグは衝突のせいで中身が散らばり、荷物や手帳、いくつかの小物がホームに広がった。大丈夫ですか、社長、と近くにいた社員たちがバラバラになった荷物を拾い集め、緑に渡していた。緑は照れくさそうに笑っていたが、荷物を手渡した社員の一人一人に礼を言っていた。それ以上のトラブルはなく、俺はほっと胸をなで下ろす。こんなちょっとしたハプニングも、後から思い返せばいい思い出になるだろうと思っていた。旅館の中庭では、冬季限定の焚き火イベントが開催されている。そこは炎が揺らめきながら、美しい雰囲気に包まれていた。焚き火の周りには、木のぬくもりを感じる椅子が用意され、宿泊客が温かい飲み物を楽しんでいる。美人社員たちは、浴衣姿でこぼれる笑顔と楽しいおしゃべりをして満足げだ。まるで庭全体を彩る花々のような彼女たち。正直言って目の保養だ。先輩、飲んでますか？声をかけてきたのは後輩のミキだった。ああ、もちろん。君も楽しめてるかい？はい、とっても。先輩が社長と一緒に企画してくれたおかげです。ミキの頬は赤らんで見えたが、焚き火の影響か、あるいは酔いのせいかもしれない。社長、忙しそうなのにスケジュール管理も大変ですよね。予定もびっしり詰まって。そうだな。時間の合間を縫って打ち合わせしていたから。俺はうたた寝していた緑を思い出して、つい笑ってしまった。先輩が幹事になったのって、社長からの指名だったんですよね。あ、俺が旅行好きだって知っていたみたいでな。ふーんと、ミキは意味深な笑みを見せた。社長って、社員の趣味や好みを手帳に書き留めているらしいですよ。ミキはいたずらっぽい笑みを浮かべていった。これはトップシークレットです、と人差し指を口に当てる。女性の情報網はすごいなと、俺は感心してしまった。数時間後、焚き火イベントは満足してもらえたようで、社員は解散し、各々の部屋へ戻っていった。俺は売店で飲み物を買っていたが、廊下でキョロキョロと辺りを見回している緑を発見した。どうかしたんですか？俺がいたのに気づかなかったらしい緑は、少し驚いた顔を見せた。あ、山口くん。実は手帳がどこかに行ってしまって。困った表情の社長を放っておけず、俺は社長と一緒に手帳を探した。が、どうしても見つからない。社長が手帳を愛用しているのは知っていたし、スケジュールや取引の日程も書いてあるはずだ。手元にないのは何とも不安なものだろう。明日、みんなに聞いてみましょう。もしかしたら、誰かが見つけているかもしれませんよ。俺の言葉に、緑は小さくうなずく。そうね。遅くまでありがとう、山口くん。緑と別れた俺は、中庭へ向かった。タバコを吸おうと思ったのだ。だが、中庭に足を踏み入れた瞬間、そこはもう別世界だった。社員たちと楽しいひとときを過ごした中庭は、もう静まり返っている。なんだ？人気のない静かな中庭に、ちらちらとした小さな明かりが見えた。電灯ではなく、火の色だ。まさか火事なのかと嫌な想像をした俺は、足を早めて中庭に近づいていく。そこにいたのはミキだった。彼女は小さく燃える焚き火に何かを投げ入れようとしていた。
あれは社長との打ち合わせで何度も目にした手帳だ。まさかあの手帳。俺はミキを止めようと走り出した。やめるんだ。しかしミキは手帳を高く掲げ焚き火の中に叩きつけた。俺が駆けつけたのは一足遅く、手帳は火の中に落ちた。俺は思い切って手を突っ込み手帳をつかみ取る。皮膚が焼けるような感覚が広がり、思わずうめき声が漏れた。先輩！ミキの声が響いた。大丈夫だ。でもどうしてこんなことを。私なんてこと。ごめんなさい。ミキは走り出し旅館へと入っていった。今は混乱しているだろうから時間を置いて話を聞こうと思い、俺も部屋へと戻った。灰をかぶってしまった俺は露天風呂へ向かった。冷水で冷やしたものの、湯船に浸かると火傷の痛みがじんわりと広がる。その時脱衣所から聞こえた声が俺の耳に飛び込んできた。山口くん。聞き覚えのある声は緑だ。俺は湯船から素早く立ち上がった。いるのよね。何があったの。扉越しに緑が問いかけてきた。俺は状況を説明しようとしたが、正直それどころではない。あの社長、出られないのですが。俺が言うと緑は自分のいる場所が脱衣所で風呂と扉を一枚挟んだだけだと自覚したようだ。ごめんなさい。謝罪の声を上げながらバタバタと去っていく気配がした。脱衣所には他の客は誰もおらず、ひとまずほっと胸をなで下ろした。風呂から出ると入り口の脇に浴衣姿の緑が立っていた。彼女の美しさに思わず息を呑む。彼女の浴衣は淡い緑色で、帯がくびれたウエストの細さを引き立てている。一瞬緑のスタイルの良さに見とれてしまったが、彼女の切羽詰まったような表情に気を引き締めた。私の部屋に来なさい。声のトーンは厳しく、俺は戸惑いながらも緑の後をついていくことにした。緑の部屋に入るとミキが泣き晴らした顔で座っていた。ミキは顔を上げ俺の姿を認めると、泣きながら本当にごめんなさいと震える声で言った。中庭から走り去った後、ミキは緑に謝罪しに来ていたのだ。なぜミキが手帳を持っていたのかを尋ねると、どうやら新幹線のホームで緑が荷物を落とした時、ミキのカバンに偶然緑の手帳が入ってしまったという。ミキは最初そのことに気づかず、旅館に着いてから手帳を見つけた。すぐに緑に返そうとしたが、手帳の中身に興味を惹かれ、ミキは手帳を開いてしまった。中には日々の予定や大切なメモが詰まっていて、社長のいる世界は自分の生活とはかけ離れたものだと感じたらしい。どうして返さなかったんだ。ごめんなさい。社長の大切なものが手に入ったことで、なんか優越感を感じていたんです。ミキは頭を垂れ、次第に声が小さくなっていった。手帳は私にとって命綱なの。仕事や約束を忘れることは許されない。仕事が回らなくなるわ。社長の静かな言葉にミキはびっくりと肩を揺らす。手帳を燃やそうとしたのはどうしてだ。ミキはしばらく言葉を詰まらせた。私、いつも周りの人が羨ましかったんです。私の家は貧乏で、小さい頃から我慢ばかりしてました。周りの子が当たり前に買ってもらえるものでも、私は何も持ってなくて。うつむいた彼女の目からは涙が落ちている。社長はいつも輝いていて、何でもできて、何でも持ってる。私、すごく惨めで。だからって、していいことじゃなかった。私、自分のわがままで社長の手帳を燃やそうとして、先輩に怪我までさせてしまったこと、本当に反省しています。ミキの震える肩に、緑はそっと手を置いた。あなただって、立派な存在よ。短い言葉だったが、緑の気持ちが伝わる。ミキは涙を流しながら何度もうなずき、
小さな声でありがとうございますとつぶやいていた。さあ、今日はゆっくりと体を休めなさい。明日も旅行はあるんだから。場の空気を変えるように緑は明るく言うと、ミキをドアの前まで見送った。さすが、器が大きいなと感心してしまう。山口君、なんでここに呼び出されたかわかるわよね。ミキが自分の部屋に戻り、緑と二人きりになった途端、腕を組んで厳しい口調になった。これ、社長の手帳です。俺は少し端が焦げてしまった手帳を差し出した。きっと中身は問題なく読めるだろう。ありがとう。でも、これじゃないわ。緑は差し出した手帳を受け取ると、ポンとテーブルに置いた。え？あなた、炎の中に手を突っ込んだんですって？それは、焚き火の中に手帳が落ちてしまって、俺取ろうとして、社長が手帳を大事にしてたのも知ってましたし。緑は俺の手を取り、やけどを見た。皮膚は赤くただれ、痛々しい。だからってこんな無茶なことして、他に方法はなかったの？すみません、社長、俺がもっと冷静になっていればこんなことにはなってなかったんです。あなたの性格じゃそうするわよね。緑はため息をつくと、テーブルに置かれたポーチから小さなチューブを取り出した。これを塗っておきましょう。少し冷たいけれど、やけどに効く薬よ。緑の指が俺の手に触れた瞬間、かすかな電流が走ったような感覚が広がった。これはやけどの痛みではない。ありがとうございます、社長、助かります。お互いに助け合ってこそチームは強くなるのよ。そう言って柔らかく微笑む緑に俺の心臓が跳ねた。社長。どうしたの？俺、いや、私は社長のことを尊敬していますし、一緒に仕事ができて幸せだと思っています。でも、それだけじゃなくて、もっと深い気持ちがあって。緑は俺の言葉に対して深い考えに沈んでいるようだった。そして、緑がゆっくりと口を開く。山口君、ありがとう。でも、少し時間をかけて考えさせてほしいの。彼女の言葉に、俺は戸惑いと期待が入り混じった気持ちを抱えつつうなずいた。もちろんです。待ちます。いつまでだって待ちます。緑は俺の目を見つめ、ふふっと声を漏らして笑った。社員旅行が終わり、俺たちには日常が戻ってきた。昼休み、旅行の話で盛り上がっている中、俺は社長室に呼び出された。山口君、手の調子はどう？無理をしていない？大丈夫ですよ。手がちょっと痛いくらいで、それ以外は何もないです。業務に支障もありません。そんな話をしながら、手に巻いた包帯を交換してもらう。旅行が終わってからの恒例になっていた。処置が終わり、緑は俺に微笑みかけてくれた。山口君、あの時のことなんだけど。意を決したように、緑が話を切り出す。俺はごくりと唾を飲み込んで返事を待った。心臓の鼓動が驚くほど速い。私もまだ自分の気持ちを完璧には理解していないけど、君と一緒に仕事をすることは楽しいし、プライベートでも一緒にいたいと思っているの。言葉が終わると、緑の瞳が俺に向けられた。嬉しさがじわじわと広がり、俺の胸を満たしていく。一瞬にして緩み切ってしまった表情が戻らない。なんて顔してるの、と緑が苦笑しながら俺の額を指でつついた。俺は照れ笑いが止まらなかったが、咳払いをして緑を見つめる。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。俺と緑の視線が交わり、まるで心が通じ合ったかのように微笑んだ。それから俺と緑の交際が始まると、着実に愛が深まり、結婚、仕事もプライベートも共に歩んでいくことになった。
緑が妊娠したと報告すると社員は全員喜んで、旦那だというのに俺の出る幕がないほどだった。緑の人望が感じられて誇らしかったのは内緒だ。その後、長男が生まれた俺たちは3人家族になった。薄くはなったものの、手に残ってしまった火傷の跡を、俺はママを守った時の傷だと息子に自慢している。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。